いやあ、せつな休止だよ。今回は次の日やっていきたいと思います。さーて。前回のパート。なんだったかな。セーブしに来ましたって感じ。雑。あの後ね、いろいろ調べて、とりあえずこのゲームのノウハウっていうことは勉強しましたの状態なんです。ここだったな。あれ？この辺は、この辺のメッセージは言葉はもう前回見たんで、まあそうでしょう。で、ここ戦闘が始まって、最後ファースト戦闘ってとこだったかな。アパートに戻りたいんやって感じの状態でやりよったな。もうどうやろ。呼吸まだあるけん、もう攻撃して敵を倒す方向に行ってもいいんやけどね。最初からクライマックスさせるレベルで。よいしょ、もう避けるも大丈夫やと思うよ。もうさ、初見じゃないやけんな。ゲームの成り立ちは分かっとんやけん、もうとことんやるぞ、お前。倒した。よし、ゲイハーだ。なんだよこの人、死んだ。警官が来たみたいな感じ。メッセージはもういい。考えすぎのメッセージ誰に届くかもしれないで。あ、逃げようバックいたわ。ちょっと連打すぎて逃げよう言うたわ。あ、そうじゃ。で、こっち来る、行くんだったな。ドカース、安全第一。血は雨で洗おう。こんなんあったな、そういや、前回のパート。ああ、書いとんねん、ちゃんとこれ。シナリオの進行、伝統なる方向へ進行してくださいってちゃんと書いてくれとん。俺が見逃しとっただけでないか。ちゃんと見るもんやな、こういうのって。マップあるやん、これ。そうじゃ、マップあったわ、前回も。ありがたいよな、マップって。どっち行けばいいか分かるもん。けどね、伝統ある、伝統に行けばいいわ。分かったら、あんまいらんようになってきた感が、あ、これいらんわ。クズアイテム。クズアイテム、攻力低い。よし、いい感じ。ん？これは何だったかな？あ、濃くなったようなやつ。あったなーような、覚えてないけど。うわーって出てくる。攻撃じゃ、こら。ほらー、どけー。そこをどけー。そこをどけー。ひらきっちゃが、まあ、それでも。よし、倒したー。こっちか。遠回りしたら、多分アイテムが奥に入る的なもんがあるんだろう。しかし、気にせんでもいいでしょう。戦闘のプロフェッショナルになったと思うんで、俺は。はい、意味やったっけ、これ。10円玉ないよな。あ、いけるわ。いけるかな。ほら、10円玉ない。いい意味ない。いい意味ない。あーちゅ、吸収された、吸収された。どうすこ。アイテムないな。一旦ちょっと避けて、様子を見てやろう。呼吸なんか回復せんでいいか、別に。アイテムチェック。シフトキーだったっけ。アイテムチェック。これ見たっけ。見たよな、さっき。じゃあどうすればいいか。戻るべきでしょう。そうだ、もうそうしましょう。あ、また来た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 。ちゃう。呼吸めっちゃ下がってる。よいしょ。しかし回復手段はありますね。呼吸の方は回復手段ありますね。よし、じゃあ7まで回復した。十分でしょう。どっち行けばいいんだったかな。ちくしょう、なんだあいつって。そう、警察だ。警察が来てるんだ。アパートに戻ろう。そうだ、そうしよう。そういう状態だったな、そりゃ。あ、こっちだと合ってないわ。こっちやな。電柱どこ？こっちあった。電柱あった。まあいいや。あ、おお、おお、ちょ、こんな道だったっけってそうなる。知らないよ。
どっちだったかな、こっちか。でこう言ったら、まあどんどんアポの方に帰るおつもりです。あ、おまわりさんですか、ね、そんな感じ。おまわりさんです、おまわりさんです、これでもおまわりさんです。あー、おまわりさん襲ってきたやん。よいしょよいしょ、どどどどどよいしょよいしょ、いい感じです。主人公を逃げるのが得意です。もう一段階回復しておきたいな。よいしょ、呼吸7になった。もう7になったらもう十分でしょ。こいつら人間じゃない。一度アパートに戻ろう。でそんな感じなんですけど、現実は甘くなかった。あれ、アパートが消えてるということです。そう、アパート、アパートどこ行ったんや、アパート、アパート、アパートは移動するものなのか、ハウルの後ろじゃないんだ。どどすこ、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 髪の毛長い美女を好みじゃないです。俺はショートヘア派だから、君は無視、君は無視だ。どだけストーカーしても好きになることはないです。よいしょ、攻撃回復せんな、よかろう。じゃあ逃げよう。マップちょっと確認しとこう。行き止まりじゃないか、綺麗に行き止まりじゃないか。こっちに道あるか、こっちかな、違うな、これ絶対違うな、確かこっちな気がする。あ、アイテム、あー危ない、トラップパターン、そうだよトラップパターンあったなこれ。あー、ベラボーメ、トラップ出て、トラップにちょっと気を取られそうときに攻めてきたこいつ。そう、策略がすごいぞこいつ、追い込んできような、完全に俺を追い込んできやがる。こっち側何もないパターンだったっけな。伝統だ、伝統探せ、伝統、この国の伝統を伝えていく必要があるんです。あー来たー、強そうなやつ、強そうなやつ、しかも8回も使えるんやって、すごいな。試し切りさせて、試しに使わせて、ほらー、首を締められながら反撃、危ない状態ですな。どっちやろこれ、こっちか、でこっちか、こっちやない、よし、いい感じ。もう一回やって内容はある程度分かってるんだ、どんどん進むぞ。こっちか、あー警察じゃん、警察じゃん、警察じゃん、警察じゃんって何、言い間違いだよ、かっこ悪いな。ほら潰せ潰せ潰した、もうシャベルでどんどん殴るからね、出てきたやつはもうシャベルでどんどん殴るからね、覚悟しといてね。あれ、これさっき来たよね、気が、おー来てないわ、気のせいだった、10円玉だー。え、これ一回捨てたらマップ手に入らんパターンかな、まあいいや、これは10円玉の方が大切やわ、後でトレードというか拾ってこれるんだったらいいんやけどな。セーブしとこ、セーブは大事です、消費します。よっしゃ、これでさっきのところ戻って、あ、待ち伏せされてる、待ち伏せされてる、あなた絶対ここ来るよねって感じで待ち伏せされてる、こいつ頭いい、しゃべりでアタック、敵の攻撃だから当たらないもんね、当たらないもんね、もう当たらないもんね、倒した、あーマップ残っとる、やった予想通りじゃ、ラッキー。まあ電柱通ればいいって分かった瞬間もうマップいらんような気がしてきたけどね。あー、アパート来た、アパート来た、アパートがこんなところに、もちろん入りますよ、アパートですよ、アパート三四郎ですよ、怖っ、自分の部屋なのにめっちゃ怖い、くそ電気がつかない、怖いなこれ、動けるんやな、問答無用に動かしてくれるんやな、出れるんや、出るわけないだろ、怖いだろ、テレビもつかない、ニュースはやってない、ニュース、ニュース、な、ニュース、あ、
そっか。これは、夢なんじゃないのか。あ、そうだ、夢やん、夢やん。こんなん出てくるわけないじゃん。アパートの場所が変わるとか、ありえないでしょ。ゾンビも襲ってくるし。ああ、リアルな夢だ。本当やで、寝よう。寝ようぜ。みんな寝ようぜ。な。ああ、目をつむるとかあるんだ。目をつむる。寝ようぜ。とことん寝ようぜ。起きたら多分解決してるから寝ようぜ。な。え？何これ？なんか来よる、なんか来よるだろう。あかんで。あかんで、あかんで、あかんで、あかんで。寝てられんぞ。誰か入ってきた。愛人か？しかもさっきのストーカーか？さっきのストーカーか？髪の長いストーカー。白い服着た髪の長いストーカー。起きるわ、そりゃ。誰だ？寝てられるか、こんな危ない時に。あ、誰もおらんの？ああ。お、誰もおらんの。焦らせやがって。ん？あれ？読みた手紙あるで、これ。手紙か？手紙だった。呪いの札みたいなんですけど、呪いの札みたいなんですけど、開けよう。何これ。引きずり込まれたものへ。1999年7月4日。この空間は死者の怨念によって形成された、閉ざされた場所だ。朝が来なければ雨が止むこともない。1999年7月2日、あの霊が死んだ峠のまま、峠かな、時のままか、止まってしまった世界なのだ。霊は人間を自分のテリトリーへ引きずり込み、刺繍によって異形のものへ変えてしまう。この世界から抜き出すには協力者が必要だ。私のいるアパートは建物ごとこの空間へ引きずり込まれた。この手紙を読んだものよ。無事私の元までたどり着いてほしい。な、なんだよこれ。アパートってここと一緒ちゃん。おるんか、もしかしてここに。いけるんちゃん。1999年7月2日で時間が止まった？誰がこんなものを。もう寝よう。寝ていいのか、タクロー。タクローか知らんけどさ、主人公の名前タクローか知らん。来たー。次の日特有の次の日から次の日に変わる習慣。黒いグーが特徴的。から展開は一新。キッチンで包丁を見つけた。でもね、これ見てみ。あれ、包丁攻撃力19万あるん。え、それじゃシャベルと交換するわ。え、シャベルの方が攻撃力高いもんじゃないの。イメージだけかな。包丁の方が強いかな。いつまでも夜が明けない。本当にここが止まった世界だってのか。もうちょっと中二病入ってない？主人公。電話来た。え？電話で。電話は鳴ってる。どっち？あ、アイテムあるやん。電話よりもさっき。あートラップだった。まだトラップだった。くそ。俺のこと騙しやがって。張り紙めっちゃ多いやん。どんだけ探してほしい、三島かなちゃん。三島かなちゃん、見つかってないんじゃ。三島かなちゃん、三島かなちゃん。あ、来た。これか、これっぽいな。これじゃ。誰から出るよ、そりゃ。もしもし、なんて言ってんじゃ、こら。ちゃんとして喋れや、こら。ちゃんと喋れや、こら。ちゃんと喋れや。せめて、丁寧に喋れや、こら。な、なんて言った？ほら、わからんわ、そりゃ。え？なに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 。振り向けば、あなた！振り向けば、あなた！振り向けば、あなた！めっちゃ変な顔のやつおる、女の子。
なんかすごい色の手で、あー、来た、入ってきた、入ってきた、あー、これはボケ。めっちゃ真面目に、めっちゃ真面目にさ、気をつけやってる。めっちゃ綺麗な気をつけやってる。しかし暗い。ダメージでかっ。強いな。包丁強いな。だから包丁さんの噂ってあんなにゲームオーバー多いんやな。張り紙おかしいなってる。誰だね。三島かなちゃんこんな子じゃないからな。いや、どんな子か知らんけどさ。三島かなちゃんはもっとな、清楚でな、真面目な子なんじゃ。そんな感じの子じゃない。お、傘手には入った。まあ何も持てない状態だし、これでも頼りになるかもしれんか。だな。攻撃力低い気だな。電柱がこっちにある。ああ反撃だーこら、よし、みんなから攻撃。さらに攻撃は続けるぞ。あ、攻撃力低くてこれ、倒せそうじゃないんだ。もう使い切ったろ。よけろ。あんな女の子がギロ吐いてきた。女の子がギロ吐いちゃダメじゃないか。ダメじゃないか、クソ。こっちかな。お、アイテム。きた。10円玉だー。しかし、ちょっともうちょい待っておこうかな。あー、でも時間が時間やけん、ここでちょっと一旦終わろうか。そして10円玉投入。あ、警察のおっさんおるで。警察のおっさんがセーブポイントのところについとんで。なんでおるんか知らんけど。はい。というわけで、今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。次回もなんか女の子追いかけてくるんかな。三島かなちゃんって誰だったんだろうな。可愛い子やけどな。うん。どうも、暴れん坊のサンタクロースでーす。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は、俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくるー。